にちは、ミュージックラボピアニストのねぎまさです。いつも動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は簡単コード弾きということで、2022年の12月31日紅白にて福山雅治さんが歌いました桜坂、こちらをですね解説していきたいと思います。やっぱり改めて聞くとですね、いい曲、これから春に向かうということもありますので、今から練習すれば間に合うかもしれないということで、桜坂今日は解説していきたいと思います。さあ、それではですね、まず右手からいきましょう。この曲はサビから始まるんですよね。なのでまずは C、 でこの5番、ここにねセットしてください。では行ってみましょう。シラソソソレソソラシ、はい、ここですね、もうこのレソラシにセットをしちゃえば、これ2番使わないですね。この下指使わないです。1番からレソラシにセットすると、シラソソソレソソラシとそのまま使ってね、弾くことができるので、まずセットするというのがポイントです。で、次も同じ。シラソソソレソラシ、はい、ここまで。で、この小指をレに動かします。レ、シラソ。ここまでもソラシレ、このド使わないですね。ソラシレにセットして一気に行きましょう。ウーイエーっていうね、この福山さんの声がかっこいいところですね。で、今度は使わなかったこの4番使います。ドドドシソソ、ドシドシソソ。はい、すごい素直。はい、それではテンポ70で演奏していきましょう。1、2、3、4、1、2、はい。シラソソソレソソラシ、うんうん、シラソソソレソラシレ、シラソドドドシソソドシドシソソ、2、3、4、はい、こうなります。簡単。指番号さえですね、やっぱり最初にちゃんと決めておけば弾けるんじゃないかなと思います。さあ、それでは左手を確認していきましょう。まずは G メジャー、ソシレ、続きまして F シャープ分の D メジャー、これはですね D メジャーのレファラをくるっと回転させてファラレです。続いて E マイナー7ミソシレ、続いて D6 と書いてありますが、まあ6難しいのでレファラでいっちゃいましょう。 D メジャー、続いて C メジャー、 D7 レファラド、そして最後 G メジャー。はい、 OK。 では皆さん大好きだと思いますので歌いながらいきましょう。1、2、はい。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ。Ooh, yeah. 愛は今も愛のままで。はい、こんな風になります。楽しい。さあ、それでは右手と合わせていきたいと思うんですけれども、このシラソソソレという風になるとき、ここがソシレとくっついちゃうんですよね。なのでここは場所を開けてあげてください。右手が優先です。なので最初ソシだけでもね、最後にレが来るので、ここはまあ不完全だけれども、まあ、十分かなということで、ここレをね、どかしてあげておくっていうのはちょっと小技になるかなと思います。それでは合わせていきますね。ゆっくりやります。シラソ、まず G メジャーで抜く。次ファラレ。次も E マイナーセブン抜く。C、D セブン。はーい、OK。
続いて A メロの8小節もやってしまいたいと思います。コードがほとんど一緒なので、実はこれ右手弾ければコード簡単ですから頑張りましょう。4番からスタートします。シシシラシナナ。はい、OK。で、続いてちょっと開くんですけど、この4番を起点にして、まあ3番でもいいですけど、グッと開いて、レとソラシド、ここまでまず指をわっと開いてください。ここね、二鍵盤開ける感じで、こうちょっと開きます。そうすると、香る桜坂まで一気にいけるので、ここね、開くのがポイントですね。さあ、では行きましょう。レ、ソ、ラ、シ、ド、ラ、ソ、ソ。はい、そうすると、ここで今使った4番もう一度来ます。シ、シ、シ、ラ、シ、ラ、ラ。で、また開いて、レ、ソ、ラ、シ、ド、ラ。OK! どうですかね。このグッと開くっていう、この形に手をポジショニングさせておくということが、実はすごく大切ですね。さあ、それでは左手見ていきましょう。左手まず G メジャーからですね。さっきと一緒です。ソシレ。そしてさっきと一緒です。F シャープ分の D メジャー、ファラレ。続いてのがちょっとさっきなかったんですけど、まあでも簡単ですね。E分の C メジャーなので、ドミソをくるっとしてミソドです。さっきね、Em7 だったんですけど、ここが、こっちを今回は使うよという話ですね。こっちの方がちょっとやっぱ暗いからね。この方が、こうまた先に続いていく感じっていうのがサビと違うコードですね。さあ続いて、ファラレに戻ります。F シャープ分の D メジャー。そして G メジャー。同じ F シャープ分の D メジャー。E 分の C メジャー。そして最後、F シャープ分の D メジャー。という風になります。ね？ほら、これしか違うのなかったので、あとは全部さっきと一緒ですよね。イエーイ、簡単。これをまたね、歌詞歌いながら行ってみましょう。やっぱりこの歌うっていうことすごく大切ですから、ぜひ皆さんも歌いながらね、練習してあげてください。では行きましょう。1、2、3、4。1、2。揺れる木漏れ日。みそと。香る桜坂。悲しみに似た。すべにの。いいね。やっぱりポイントは、例えば揺れる子もレビーっていう風に歌うときに、揺れる子も、ものときに入るわけですよね。こういうその歌のどこでコードが入るのかっていうのが分かってくると、右手と弾いたときにも、こうずれて入らなくなります。やっぱこういうときに、揺れる子もレビーって入りたくなりますよね。だって揺れる子もレビーですもんね。でも、揺れる子も、もでコードが変わるので、こういったところがちょっとやっぱ難しいところになってくると思うんですよね。なので、やっぱその歌詞のどこでコードがチェンジしてるのかっていうのを意識しながら弾いてあげてください。それでは合わせていきたいと思います。ゆっくりいきたいと思います。ではまずコードから。1、2。チェンジして。ここまでですね、ちょっとすっごい中途半端なんですけど、この先まで行っちゃうと動画が長くなっちゃうので、パート2でご紹介したいと思います。それでは最後に右手と左手合わせてつるっと通していきましょう。1、2、3、4、1、2。1、2、3、4。
い、ここまで。すごいシフト半端。さあ、ではですね、私の方でちょっとこういろいろ変えながらですね、アレンジしながら弾いてみます。本当は入ってるコードなんだけど、弾かなかったコードっていうのがあるので、そこもね、ちょっと解説出したいと思います。それでは行きましょう。皆さん練習頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。